えー、今日取り上げるのはこの本ですね実力も運のうち能力主義は正義か ハーバード大学の政治哲学教授ウィリアム・サンデルのですね、えー、最新話題作になります。今日はね、特別にあの全部無料でやりますこれあの途中できるとわけわかんなくなるので仕方なく全部無料でやるので無料の人は頑張って聞いてくださいっていうですねちょっと皆さんにあの時間とですねあの脳みその負担をお願いすることになっちゃうんですよ。だから前半いつも面白く楽しくやってるんですけど今回それができないんですよ。かか最初からです結構めんどく うい話になってくると思いますけども、申し訳ないですあのアメトークでですね、元野球部芸人っていうのあったんですよでティモンディエンズ、高岸ってわかりますかなんか、いつもオレンジ色のスーツ着てる、めちゃくちゃ背の高いやつがいるんですけどもそいつがですね、いや高岸なんかすごいよと、いまだにあいつ140キロ投げれるっていう話が出たんですね で、この間、あの、プロの野球の始球式に呼ばれて行ったらですね、130キロ投げちゃったっていうですね、<laughs> すごいすごいすごいって言ったらですね、もうティモニア高岸が、そんなことはない。誰でも投げられますって言うんですよ。で、いや、違うと、蛍原さんが食いつくわけですね。いや、ちゃうて、俺は無理やってった。蛍原さんでも130キロ投げれます僕と同じように野球を好きになって練習すればいいんですっていう。高岸譲らないんですよ。で、無理やって。 とにかく俺とお前でも何もかも違うやんけって。だから俺がお前と同じように練習しても、それは130キロになれへんやろって言った。あなたにとっての130キロが出ますっていうふうに言ったんですよ。でも、これで会場中大爆笑になって、会場中とかスタジオ中大爆笑になって、僕も大笑いしたんですけども、なんでこれがおかしいのかですよね。あの、生まれつきの格差とか才能を否定して、努力の大事さだけを解くという、まあ、この嘘臭さ,さがですね、ちゃんとギャグになってるんですね。でも、 同時に、同時にですよ、この嘘くささがあるんですけども、同時に生まれついての格差があるっていう現、実際の残酷な現実を一瞬忘れさせてくれる。 一瞬だけ忘れさせてくれる、ちょっとこのワクワク感っていうのもあって、そのティモンディの高岸の心の底からいい人な感じの、あなたでも、あなたにとっての130キロっていうのが、もう,もう僕らの心の中でカチンとハマって、こう、大爆笑になるわけですよね。あの、まあ、高岸のですね、生まれつき、なんか優れてる人の嫌味っていうのがほとんどない人、そういう表情だから、まあそこら辺でもですね、楽しめるんでしょうけどもですね。 しかしですね、これあの能力主義者のですね、隠れた差別っていうのはこの辺なんですよ。あの、僕ね、小学校、中学校、高校ずっとね、体育の、本当に苦手だったからわかるんですけども、あの、できる人の、お前もやればできるはずだという。<laughs> <laughs> あれ何な,なんでしょうねって。<laughs> いやもう本当に二度と学校に行かなくてすぐ。ありがたさここなんですけども。お前もやればできるはずだって。いや違うんだって言っても。いやそれは練習が足りないからだとか、なんかこういろいろ言われるんですけど。いや違うんですけどね。ドラゴン桜でも言ってるじゃないですか。劣等生ほど東京大学に行け いや、それは、劣等生の中でも、たまたま勉強が嫌いで反抗していた、地頭のいい奴が、ものすごくいい先生がついて、集中的なことやったら、成績が伸びるかもわかんないんだけど、じゃあそれを F ランクの高校とかに行ってやってみても、絶対成功しねえやって、僕ら思います。知ってるんですよ。その、努力とか才能っていうのは、平等ではないっていうことを知ってるんですけどもですね。誰でも努力する。 ばってやっぱ、未だに言う人いるんですよね。世界中でですね、平均寿命が伸びてるのに、アメリカの白人労働者階級、いわゆるホワイトワーキングクラス。ここだけはですね、実は平均寿命が縮んでるんです。短くなってるんですよ。これはあの、現在の研究なんですけど、えー、この奇妙な事実を発見した、経済学者のアンガス・ディートンとアンケース。この二人はですね、その原因がドラッグ、アルコール、自殺だとして、2015年に絶望死と名付けた論文を発表しました。 絶望死というのは何かっていうと、死ぬまで酒を飲み続け、薬物を過剰摂取して、銃で自分の頭を撃ち抜いたり、首を吊ったりすることだそうです。そういう死に方ですね。で、アメリカ社会というのはなんでこういうふうになっているのかなんでこのホワイトワーキングクラスの平均寿命だけが世界中で縮んでいるのかっていうと、あの、四大学卒業以上の高学歴層ですね。アメリカのいわゆるエリート高学歴層と、高卒とか高校中退の低学歴層の間の分断が、 もう日本よりもはっきりしてるんですね。ものすごい分かれちゃってると。で、これはあの、日本よりもっと言ったんですけど、日本も徐々に徐々に似たような状況になってですね、えー、日本でも社会学者の古川徹さんが、えー、日本の分断切り離される非大卒若者たちですね。大学を卒業している若者たちという公文者の新書で指摘しています。大学と非大卒、大卒と非大卒のですね、日本社会の分断というのが始まっていると。 で、なんでアメリカと日本で、おそらく他の国でもですね、こういう学歴格差の現象が起きてるのか。それは、現在の社会がですね、立の明が言うところのです、ね、知識社会だからです。つまり、知識を身につけて覚えて、それを応用して、という人間が有利なポジションに行ける社会。それを知識社会と言うんですけど、知識社会の高高高に伴って、仕事に要求される能力、スキルのハードルがものすごく高くなっていると。 昔だったら大きい企業っていうのはまあ普通の学力の人間をバーッと入れて仕事させてもある程度できたんだけども今のですね実は会社の仕事っていうのはものすごい有能なやつだったらなんとかこなせるんだけどもものすごく有能でない普通の人間は必死こいて頑張って残業しないと会社が要求する普通の基準にしか追いつけない そういう知識社会というのに日本はなってしまっている。知識社会というのはその定義上、知識の高いものに大きなアドバンテージ、有利さがある社会だと。リベラルな社会というのは本来、人種、民族、国籍、性別、性的指向などの属性で個人を評価してはならないとされている。しかしそうは言っても、組織を機能させるためには採用とか昇進で給料を上げるので、何らかの評価が必要と。 この難問を解決したのがメリットクラシー、能力主義で、学歴、資格、経歴の3つは本人の意思では変えられない属性ではなくて、つまり人種とか、あと民族とか国籍とか、あとまあ性的嗜好ですね、LGBT なんかは自分の意思では、気持ちでは変えられない属性だと。でも、学歴、資格、経歴は教育や努力によって向上できるメリット、価値ですね、価値だというふうにですね、判断すると。 なので、リベラルな知識社会ではすべての労働者がメリットによって選別されることになったと。その圧力は階級社会や身分制社会の、えー、まあ、そういう遺産が残るですね、ヨーロッパや日本よりも人口国家であるアメリカですね、の方がはるかに強く、メリットを持つ者は上級国民になり、メリットのない下級国民の間で社会が分断され、両者は全く別の人生を歩むことになった。ですね。で、まあ、そもそもその、 教育の機会を増やすことは、これも間違いなく絶対正義なんですよ。これも僕もそう思います。教育の機会を増やすことはあの、絶対にいいことなんですよ。しかし、教育のチャンスをですね、いくら平等にしても、いくら、いくら教育してもですね、その結果は平等にならないんですね。チャンスを平等にしても結果は平等にならないんですよ。あの、成績2の子は成績3になります。通信簿が2の子は3になるでしょう。で、3の、で、あの、 なんだろ、う、3の子は4になるんですよ。でもね、成績が1の子は、まず5にならないんですね。だからその子が何倍の努力をしようとしても、元々の成績が1の子っていうのは、みんな5になるのかと、そういうわけじゃないんですね。これが教育というものを持っている限界ですよね。その本人の、その、元々持っているものっていうものに左右されてしまう。ですね。 これ僕がですね、子供の頃感じた体育の時間をいくら増やしても、つまり鉄棒をいくら練習してもですね、全員がアスリートになれるわけじゃない。僕は逆上がりまではできるんですけども、そっから先はいくら練習してもやっぱできなかったんですよね。だとすると、学歴で出席が決まるのも同じように不公平であると。教育のチャンスを与えるほど結果が出なかった者たちには、ほらな、お前にもチャンスをやったよな。 ほらな、お前もなんか、大イの時間、テストの前に逆上がりとかあの、鉄棒の練習1時間させたんじゃないかと。他の人間の倍させたんじゃないかと。だから他の人間よりもちゃんといい結果、少なくとも同じ結果が出せるだろうと言われているようなもんなんですね。なかなかしんどい社会です。で、あ、それでもですね、アメリカ人の77%は成功するために一番必要なのは努力って考えてるんです。アメリカ人ね、けなげですよね。 こんな社会でありながら、白人のですね、男性労働者が白、白人労働者だ、ホワイトワーキングクラスがですね、世界で唯一平均寿命が短くなっているのに、いまだに77%の人が成功するために一番必要なのは努力だと考えているんですよ、ね。 でもこれヨーロッパいた違うんですよ。ヨーロッパに行くとですね、ドイツ人の半分しか成功に必要なのは努力と思ってない。フランス人に至って4分の1、25%しか思ってないですね。フランス人なんかみんな成功するかどうか、運次第だといやいや、生まれ次第だとか、いや、たまたまタイミングがいい時代に、タイミングがいい場所に生まれたら能力が パーッと出てきて成功するだろうけども、努力なんて、なんな、関係ないよって思っている人が4分の3なんですね。だからヨーロッパの緩さというのは、この辺にあると思うんですけど、あの勤勉なドイツ人ですら半分しか思ってない。フランス人だったは4分の1しか思ってない。努力が全てであるというの。アメリカ人、いまだに77%も信じてるんですね。で、これこそが、サンデルによると、アメリカのですね、社会保障が弱い理由だと。あの、ヨーロッパの社会保障が手厚い思想的な根拠だというんですね。 つまり、その人がどれぐらい稼げて医者にどれぐらい働けるのかっていうのは、どんぐらい頑張ったかっていうのがアメリカの考え方なんですね。だからアメリカ人っていうのは社会保障を厚くしようと思わない。そんなことをしたら、怠け者がより怠けるだけだと考えてる。ところがヨーロッパの人たちは、成功してお金がどれぐらいあるのかっていうのは、その人の運に作用されてるから、だからこそ成功してる人間はたくさんお金を払って、恵まれない人たちも社会保障、医療手当とかを分厚くすべきだというふうに考える。 メリットクラシーというのはこういうふうにですねその結果的にアメリカはですね機械の平等さえ十分なら政府は小さくていいとそれどころか政府なんかなくてもいいという,うに考えるわけですねでヨーロッパはですね結果の不平等結果の不平等ですねつまりその人間の貧富がどういう,うになっていくのかっていうのはこんなもん貧富の差が出るのは当たり前なんだから社会保障というのは最大化すべきであるといううに考えていると。 アメリカ人はですね、努力によって困難から抜け出すという神話を過剰評価してると。逆にヨーロッパは過小評価してるんですね。 実はサンデル教授の調査によると、ヨーロッパの方が努力によってですね、収入が上がる確率高いんですよ、アメリカより。なのに、ヨーロッパ人はですね、努力によってですね、なんか頑張っても自分が金持ちになれないってみんな信じ込んでるわけです。だから、ヨーロッパ人はもうちょっと頑張った方がいいし、アメリカ人はもうちょっと優しくなった方がいいって言ってるんですけど、ここら辺の逆転すごい面白かったです。 で、そもそもですね、最新の心理学とか遺伝子医学ではですね、えー、努力できる遺伝子というの,の存在がもう当たり前になっているんですね、えー。ミシガン州とテキサス大学の合同調査です。双子850組をですね、対象にした楽器の練習を黙々とこなすことができる。クラシック楽器って、あれね、どん、あのね、努力とですね、成果がなかなか一致しないんですね。100努力したら、1か2、や、ちょっとあの、 結果が出てくるとてですね、かなりこう努力がポイントになってくるジャンルなんですよ。クラシック楽器っていうのはですね。で、そういう楽器の練習を黙々とこなすことができるのか、努力できるのかというものを比較調査をしました。850組の双子を対象にして、それぞれ違う家にもらわれていくわけですね。で、互いの環境の違う家に養子に行った双子それぞれが、どれぐらいクラシック楽器の練習ができるのか。 これの調査のすごいところは、すあのその850組の双子、すべてに関してですね、クラシック楽器をさせたところなんですけどもですね、<laughs> 驚いたことにですね、裕福で教育な熱心な家に養子に行った子供と、アル中とか問題のある家庭に養子に行った子供ですね、双子なんですよ。全く遺伝子同じなんですよ。の間にですね、努力できる能力、力に差がなかったんですね。つまり、努力できる能力、 あまり成果が出ないと分かっていても、黙々と努力できる。努力の才能というものはですね、遺伝で決まってしまうわけですね。なんかね、えぐい話ですよね、まあ。僕はこれ笑って言うのは申し訳ないんですけど。だって努力できるかどうかも遺伝で、才能のあるなしも遺伝で、生まれる環境とか時代を選べないじゃないですか。そうすると、一人の人間の成功とか出世って、ほとんど全て運次第。 偶然だっていうふうにですね、議論できてしまうんですね。でも、例えばオンラインサロンやってる人とかですね、IT 社長の人たちっていうのは、この議論が大嫌いなんですよ。大嫌いなんですよね。なんでかっていうと、この残酷な真実っていうのが、成功者から嫌われるかっていうと、三つ理由があってですね、一つ目、お前も俺みたいになれる。お前も俺みたいになれっていう、ティモンディ高岸的なですね、励ましができないからですね、オンラインサロンの存在理由そのものを否定、 されるからですよ僕みたいなことを僕がやり方を教えますとか、こういうふうなことをやればいいんですっていうのが、そもそもできる遺伝子とできない遺伝子っていうのがある。こういうふうなことをです、ね、これがやっぱり、みんなやっぱ聞きたくない話なんですね。二つ目。自分自身の成功が単なる運っていうふうに、単なる運がいいからだというふうに言われてる気がすると。つまり、その人たちはその人たちで、 これまで努力してきたわけです。もちろん努力の才能、努力の遺伝子があったんですけども、それでもですね、若い頃から他の人が遊んでる時に努力したこと、それ自体は変わらないじゃないですか。でもその成果を全て否定して、それは遺伝子のおかげですね。あんたは顔がいいからだけだよなっていう風に言われてるような、そういうなんか侮辱を感じちゃう。だからやっぱこの議論を飲み込めないんですよ。三つ目。 高額所得者から高い税金を取ることを正当化するからですね。だからこう、成功者からはですね、努力できるかどうかも遺伝であって、所詮成功というのは運に過ぎないという議論はすごい嫌われるんですよね。それは頑張ったからこんなお金あるんだ。それをなんでこんなたくさん税金取られなきゃいけないんだっていうロジックを彼らはいつも言うんですけども、ところがですね、このサンデル教授の理屈によるとですね、えー、頑張ったからっていうのはもちろんあるんだけど、あんたが経済的に成功したのは ほとんど運なんだから、同じくほとんど運で恵まれてない人たちに、福祉という形で税金を払って、それが彼らのところに回,があの回っていくのは正しいよといううに言われちゃうわけですね。だからこの民主党的なです、ね、理屈の立て方が、やっぱ高額所得者の人、成功者にはです、ね、耳に痛い話になっちゃうわけです。えー、人生で成功するかどうかはまあ本当に運次第とで。どんな遺伝子を持って、 で、まあ、あの、どんな環境でどんな時代に生まれてくるのかというですね、自分ではコントロールできないことで、まあ、人生というのは決まっちゃうと。まあ、もちろんその中で精一杯頑張るというふうによく言われるんですけど、その精一杯頑張る遺伝子っていうのがあるなしですね。それで成果に、なんか結果に差が出ちゃうわけじゃないですか。だから成功した人は偉いわけでもない、賢いわけでもないっていうのが、 僕はこの,このゼミでいつも言ってると思うんですけども、それ現実だと思うんですよ。自分以外の力で恵まれてただけで、あの、トップユーチューバーは別に偉くないし賢くないんですよね。でも人間というのは成功者を偉い賢いと思って真似ようとしちゃう。これ本能なんですよ。それは集団生物とする人間の本能ですよね。あの、優れたボスとか優れた個体を真似ることによって、 俺自身も役に立ちますというですね、集団の中で自分をアピールするため、そのために原始時代から身につけていた人間の本能なんですよね。あの、群れからのけ者にされたり、役に立たない扱いされたりするっていうことは、まびかれたり、殺されたりすることを意味するわけじゃないですか。だからそういうことを防ぐために脳が進化の途中で編み出した擬態です。あの、カメレオンが周囲の色を真似るように、カメレオンは、あの、鳥とかですね、捕食者から自分を守るために周囲の色を同化させるんですよ。 ところがですね、人間のですね、最大の天敵というのは人間自身なんですね。あの、狩猟社会の中ではですね、えー、狩猟社会の中では人間というのは常に役立たない個体は他の元気なあの個体から間引きされる、殺されるという恐怖にいつもさらされてたので、人間は成功している個体のですね、色を真似るんです。カメレオンみたいになるんです。だから僕らは成功者に憧れる、で、真似をするという本能を持っちゃってるんですね。 困ったことです。ということで,ですね、ポイント5。能力も運のうちです。 いやもう能力のあるなしは運次第だっていうふうなことで、えー、好きなことだけやっていくっていう。これはあの Google が YouTube をですね、立ち上げた時に作ったスローガンなんですけど、まあ正確に言うと YouTube を買い取って Google が大々的にキャンペーン始めた時にですね、好きなことだけやって生きていくっていうですね、キャンペーン始めたじゃないですか。ところがですね、好きなことだけやっていくはずなのに、今年に入ってからですね、登録者数が100万人を超えてる YouTuber ですね。登録者数が100万人超えてるってことは、楽に月収150万とか200万、 超えてるはずなんですけどそういう人たちがですね、次々と更新をやめたりですね、チャンネルを閉鎖したりしてると。もう、もう無理ですっていうですね。いや、好きなことだけやってるはずなのにですね。 収入もですね、バグみたいにいいはずなのにですね、心を病んでしまうほどですね、えー、辛くなっていくんですよね。なんか YouTuber というのは、もちろんメンタル強くて、それでもガンガンガン伸ばしていくことが、さらにさらに増やしますよってチャレンジしてる人はいるんですけどもですね、かなりの YouTuber の人たちがですね、更新が病んでしまったり、もう無理ですって引退をするというふうに言い出してると。 そうするとですね、次はファイヤーという言葉ですね、F-I-R-E と口走る人が増え出しました。これ最近多いです。あの、僕のところの質問でもですね、僕はファイヤーを目指してるんですかっていうのが書いてあって、何かっていうと、Financial Independence and Retire a r の略語です。つまり、手っ取り早く何億も稼いで経済的な独立っていうのを目指す。リタイアーアーリ a r r a 30万円に仕事を辞めたいんですね。早くお金を儲けて、 で今の仕事を辞めてあの、食うための仕事っていうのを辞めて、で、30前にですね、何もかも好きなことだけして生きていけるという自由を手に入れたいと。そう思ってる人すごい多いんですよね。その後は好きなことだけして生きていきたい。いや、でもね、好きなことだけし,きして生きていくって言っても、それが嫌いんだって引退しちゃう人もいるから、まあ人間も難しいんですけども。まあ、なので、そのファイヤーを目指す人にとってですね、やっぱ大事なのは、気になるのはですね、どうやって手っ取り早く稼ぐかなんですよ。30前に引退したいわけですから。 投資かとかですね。投資するのですかとか、ビットコインですかっていうようなことになるんですけども。まあ、あの、2年前にですね、僕がまだテレビに出た時代にですね、あの、ブラマヤさんの番組でですね、若手の芸人がいっぱい来るような番組なんですね。で、そこで、若手がみんな、その2年前の段階で,です、ね。若手がほとんど全員がですね、ビットコインに手を出したんですよ。で、どのコインが値上がるか値上がらないかとかをずっと話したんですけども、僕は聞かれたらとりあえず、全部やめとけっていうふうに言ったんです。そんなもう、どれがいいかどれが悪いかじゃなくて、すべて悪いに決まってるから、 まず今売れるんだったら今のうちに売っとけていったらもうほとんどの人が今たまたま下がってるから売れないけどもっていうんですよね。で、みんなもうもう引き返せないんですと。ただでさえ僕ら貧乏なんです。貧乏なのに無理してビットコイン買ってこれが値下がりしたらもう本当に終わりなんですよ。だから引き返せないんですって言ったんですけども、まあ結果的にやっぱりみんな不幸になったわけですよね。で、じゃあもっと ビットコインよりも安全で効率の良い,いビジネスとは何かということですね。最近流行っているのが、やっぱオンラインサロンっていうやつですよね。好きなことだけやると宣言して、僕みたいになりたい人集まれっていうふうにして、こう人集めるわけじゃないですか。で、まあ、そういう人からですね、毎月500円とか多いところでは、毎月2万円っていうところもありますね。2万円ぐらい集めて、どうすれば僕みたいになれるのかっていう、まあそういうお話、ありがたいお話を毎日毎日こう聞くことができるわけですね。まあ、なのでオンラインサロンというのは新しい宗教っていうふうにも言われるようになりました。 でも結局ですね、そういうオンラインサロンでもうまくやれるのは一部の人間だけなんですよね。まあ一部の人間ってのは広池もそうですし、広池オンラインサロンやってるわけじゃないですけど、広池とかホリエモンとかですね、金婚の西野君とか、折り合の中田くんとかですね、そういう彼らって結局頭の良い,い人たちなんですよ。頭の良い,い人たちであって、プラス最初から頭の良い,い以外に何か持ってる人たちっていうのが多いんですよね。で 頭のいいそういう人たちからですね、その効率のいい儲け方、生き方とかですね、金儲けを教わった人っていうのは、結局どうなるのかっていうと、さっき話したですね、若手芸人のビットコイン地獄と同じようなことになっていると僕は思います。頭がいい人が作った仕組み、考えた仕組み、やり方っていうのは、なんかね、やっぱみんなできないですよね。そういう仕組みですね、お金をですね、払って、彼らの ま、言い方悪いですけど、養分になっているだけの人がですね、オンラインサロンに入っている人には、僕はあまりに多いというふうにこう思っちゃうんですよね。あの、オンラインサロンが本当に完全に趣味で、俺の話聞きたいか、じゃあこんだけ払ってくれ、ああ、聞きたい聞きたいだったら僕全然否定しないんですよ。 僕がやってることも似たようなもんですし、それはですね、対等の取引だって思うんですけども、そうじゃなくて、こんな風になりたいか、なりたいです。そういう風に生きれたら幸せです。じゃあ、その秘密をお有料で教えてやるって言った瞬間に、そういう風になってるっていうのは、あらかじめ頭がいいとか、遺伝子的になんか有利なところがあるからに決まってるのに、この格差を認めずに、努力や手法や、ちょっとしたコツや、誰も教えてくれない何かノウハウみたいなものがあるふりをしてるっていうのが、やっぱ僕は、あの、 商売の仕方に思えないんんでで好きじゃないいすけどもいや、まあ、もちろんですね、その、オンラインサロンやってる人の大部分は、善意の人が多いんですよ。またこれが困ったことに。オンラインサロンやってる人が悪意の塊で騙されてるんだったら話楽なんですよ。でもそうじゃないんですよ。さっきも言ったように、能力主義の人は、自分が持ってる差別感情が見えないんですね。イコール、世の中には、能力がない人もいれば、自分が言ったことをできない人もいるっていうことが、どうしても見えないんですよ。なので、 なんでできないんだろうもっと教えなきゃダメなのかもっと授業時間を長くしなければダメなのかもっとなんかこう、シンガポールからみんなに伝えなきゃダメなのかっていうふうにですね、努力をこう、絞り出しちゃうわけですね。それでは解決しないんですよ。できないんだからですね。 頭のいい人にはですね、なんで彼らのファンがですね、できないのか理解できないんですね。ここは理解できないです。誰でも努力すれば130キロ投げれると考えちゃうんですね。あなたにとっての130キロとは正直に言ってくれないですね。誰でもあのなんか努力すれば成功できますと。本当ですかっていや。あなたにとっての成功ですとは言ってくれないわけですね。能力社会っていうのは知識階級社会だから、でもそれって最初からいろいろ遺伝的にというか環境的に、もしくは人脈的にいろいろ持ってる人たちが やっぱり有利なことには変わんないんですよ。知識社会であろうとも。人よりですね、優れた見た目を持っている。有利ですね。人より才能を持っている。人よりコネを持っている。親が財産がある。頭がそもそも良いですね。同じものを食べても太らないもうそうですよ。努力や、 考えること自体が嫌にならない遺伝子というのを持っている。普通の人っていうのはだいたい30分か40分くらいものを考えたらしんどくなったり、5分でしんどくなったりするんですけども、でもそうじゃない人は2時間3時間ものを考えてメモをして、それを抽象的なレベルに上げて、それを具体的な物事に落とすってことができるんですけども、そんなことできない人が大部分なんですよね。でもそれがこういうロジカルシンキングのノウハウを使えばっていうふうに言っちゃうんですね。 まあ、なかなかなんかきついことだと思います。ポイント7つ目。最初からいろいろ持っている人たちですね。こういう人たちが日本ではですね、知られざるグループを作っている。最後の話に入ります。小山田圭吾っているじゃないですか。オリンピックで曲担当してたのかな昔学校、学生時代にですね、いじめをした。で、それを告白したって言われてるんですけども、僕が記事とかを見てる限りですね、いじめを告白したんではなくて、 いじめを自慢したわけですね。いじめですらないわけですね。犯罪を自慢したわけですね。で、それはですね、実はこれまでも何回もですね、いろんな人から指摘されて、まあ10年に1回ぐらい炎上してたそうなんですよね。で、NHK の教育で彼は、障害を持っている人たち向けにのですね、番組っていうのの、まあ音楽を担当してたんですけども、何回も何回も視聴者から指摘されて、なんであんな人を 障害者向けの番組に使うのかと。もともとは障害者に対してひどいことをしてた人なのにっていうふうに言われてるんですけども、ところが NHK のですね、教育はですね、いや、本人に確認したところ、事務所に確認したところ、すごく反省してるっていうふうなことで、このままお仕事を続けてもらいますっていうのを、こういうことがですね、今まで2回あったそうです。なんでね、NHK はそこまでしてかばい続けたのかですね。僕、これはあの、 センスのある人たち、自分がセンスがあると思っている人たち、センスがある人たちにとって、小山田敬吾のような才能のある人は優秀で、特殊で、最初からいろいろ持ってる人たちだから、一般の視聴者とは身分が違う、上級国民なんだから、一般の人からいろいろ言われても、かばわなきゃいけない、守らなきゃいけないから、っていうのがですね、僕はあの心のメカニズムにあったからだとうう思っているんです。 ここから話を始めますね。だからもう、ここで、えー、違うと思った人はちょっともう、この話に乗ってこなくて大丈夫です。で、上級国民という存在から見るとですね、下級っていうのはですね、怠け者でクズだというふうに見えちゃうと思うんですね。能力主義というのは、貴族主義と同じく差別を生んで、貴族主義より立ちが悪いんですよ。見えないから。僕の言ってることは極端に聞こえるかもわかりませんけども、高学歴の人たちは、人種差別、女性差別、 あとあの LGBT 性差別にはすごい敏感。だから自分たちを差別しないと思い込んでると。自分たちは差別にどちらかというと敏感で反対しているリベラル自由な人間だと思っている。これ高学歴の人。と同時に高学歴の人たちは低学歴の人たちこそ人種差別や女性差別を平気でするような人だというふうに思い込んでる。だから高学歴のエリートの民主党員はトランプ大統領が当選した時にほら見ろと。 南部の低学歴の田舎者たちはトランプが人種差別主義者だとか女性差別主義者だということをスルーしてしまうんだ。それを認めてしまうんだと、激しく攻撃したわけですね。しかしですね、実験の結果、そういう高学歴の人種差別、女性差別、LGBT 差別を憎んでいる敏感な人ほど、労働者とか貧しい人とか太ってる人、不細工な人、低学歴な人を差別している。 これ本当です。あの、僕もそう思います。僕もあの、なんか痩せたり太ったりした時にいろいろ言われるわけじゃないですか。なんか、まずその、太ってるのを何とかしろで会えた説得力ねえぞとかデブしねっていうのは、大体高学歴の人が多いんですよね。自分で頭がいいとに限ってそれ言うから僕は、そんなにツイッターなどで全世界で自分の馬鹿を晒すなんて本当にって思うんですけど、まあまあそれは置いときましょう。あの、 で、そういうですね、労働者貧しい、太ってる、不イク、低学歴に対する差別はですね、差別するのは当たり前だと。これは本当じゃないか。だって彼らは、労働者貧しい、太ってる、不イク、低学歴っていうのは、努力でなんとかできるんだからっていう,うに思い込んじゃってるんですよ。もっと良い仕事に就くように努力すべきなのにサボってるだけだと。痩せる努力をできるはずのにしてないと。最低限の身なりに気を使わない。漢字ぐらいちゃんと読めるようになれよ。 ひたすら侮辱が返ってくるだけなんですよ。差別ってしてるっていうことを指摘されてもですね。あの、マックジョブっていう言葉があるじゃないですか。マクドナルドでバイトするような誰でもできる仕事っていうですね。まあそういうまあ、まあなんかねあの、悪口なんですけども。でもですね、マックジョブっていうのは、あの、誰でもできる仕事という意味なんですけども、僕らがやってる現実の仕事の9割ってマックジョブじゃないですか。本当にあなたにしかできませんかって言われたら、 そんなことない人がほとんどですよね。働く人の9割が僕は、なんか、実は誰か他の人でもできるんじゃないのかという仕事をしてると思います。それが当たり前です。仕事ってそんなもんだから。で,でも、マック・ジョブって馬鹿にするということは、現実に働く人の9割の人の尊厳とか自信を奪っている。だから、若い人たちっていうのは、どんなに頑張っても、マック・ジョブかマック・ジョブって似たようなものしかない。だからこそ、ファイヤーですね。 ファイナンシャルインディペンデンスアーリーリタイアをですね、リタイアアーリーを望んでしまうわけです。<laughs> でもですね、そういうですね、マクジョブっていう言葉をみんな使うようになって、コンビニのバイトでもいいですし、牛丼屋のバイトでもいいんですけど、そういうふうな言い方をすればするほど、社会全体でマクドナルドとか牛丼屋で働く人々に対する敬意がなくなってしまうんですね。敬意がなくなってしまう。で 9割の人がそういう仕事に就きながらもですね、その9割の人たちを否定したり、下げすんだりする言葉が当たり前になって、一刻も早く自分は30歳までにそこから脱出しようっていうですね、そういう言い方が当たり前になると。それは正しい社会と言えるのかですね。90%の人の生き方を下げすんで、自分はああなりたくはないと思って、ファイヤーを目指す社会というのは、どっか異常な社会だというふうに考えられます。 じゃあですね、いち早くファイヤーを達成した人はですね、えー、いち早くですね、経済的独立でですね、自分の好きなことができるようになった人たちっていうのは、どんな世界に住んでるのか、どういうふうに世界が見えてるのかですね。ここから先ですね、えー、貴族が存在する。実は貴族っていうのは実在するんだって話になっちゃうんですけども、僕はあの、k i n d l e で買ったんで実物持ってないんですけどもですね、あの子は貴族っていうですね、小説ですね。それをですね、2ヶ月ぐらい前に読んだんですよね。 で、めちゃくちゃ面白かったんですよ。えー、アマゾンのストーリー紹介。東京生まれの箱入り娘、花子は、結婚を焦ってお見合いを重ね、ついにハンサムな弁護士、青木浩一郎と出会う。一方、地方生まれの上京組、三木は、猛勉強の末に慶応大学に入るもお金がなくて中退。現在は IT 企業に勤めながら、草れ縁の浩一郎、さっきの,あの弁護士ですね、との関係に悩み中。 境遇の全く違う二人がやがて同じ男をきっかけに巡り合い、上流社会を舞台に荒沢女子たちの葛藤と解放を描く傑作長編って書いてるんですけど、面白かったんですね。何が面白かったのかっていうと、例えばこのヒロインの花子ですね。これはあの、おばあ様の新年会で毎年帝国ホテルでもう同じレストランを取ってる、それぐらいの上流階級なんですよ。で、ところがです僕はこ本を読んだ時に冒頭のそのおばあ様が毎年やってる帝国ホテルの 一族揃ってるのですね、ご飯っていうので、あ、上流階級だと思ったんですけども、しかしですね、後に婚約者になる青木一郎っていう弁護士は、これ本物の上流階級だったんですね。なので、親とか親戚の引いたレールを一切否定しないんですよ。 なもう何をするのかっていうのを親とか親戚とかおじいさまが決めてしまって、それに対してですね、反発心みたいなものはあるんだけども、具体的な反発はしないんですよね。だから、花子と結婚してもですね、そのもう一人のヒロインですね、ミキ。これはあの愛人みたいなポジションでずっとあの楽に付き合ってるんですけど、それと別れようとはしないんですね。なんでかっていうと、自分のお父さんもおじいさんもそうやって生きてきた。 で、彼にとって、その孝一郎にとってですね、お父様やおじい様の生き方を否定したり批判するなんて、花から思いつかないんですね。そうじゃなくて、本家に迷惑をかけず、迷惑をかけず、本妻ですね、嫁には、嫁はちゃんと大事にして、その上で遊びたければ、ミキのような女に贅沢をさせながら遊ぶと。誰からも恨まれないウィンウィンの関係ですね。 で一方ですね、もう一人の広いミキですね、上京して、田舎に住んでいて、東京にコンプレックスを持ってきて、上京したあのミキはですね、努力して慶応大学に入るんですよ。ところが、慶応大学は、慶応大学って,言っても、その中心に内部進学組っていうですね、貴族社会があるのに気がつくんですよね。あの、まあまあこれね、 言っていいのかどうかわかんないんですけども、マクロスあるじゃないですか。長空要塞マクロスからマクロスシリーズ。あれをですね、あの、作ってる川森章二くんですね。えー、テレビ版の時はメカデザイナーなんですけども、今、全体のですね、統括のですね、監督からプロデューサーを全部やってるような人です。マクロスの川森章二くんはですね、この慶応幼稚者の出身です。まあ、貴族組なんですよ。で、川森くんの結婚式っていうのは昔あってですね、 うん、安野君山川君赤井君の3人ですね、えー。結婚式に呼ばれたんですよ。で、行ってきたんですよ。で、帰ってきてから3人とももう、こんなになってんですよ。<laughs> 呆れたという感じで。で、なんでかっていうと、言っときますけども、安野、山川は知らないんですけども、安野も赤井も実家金持ちです。 特に赤いなんてもう、赤い家って言ったらちょっとしたもんだって自分でも言うぐらいですね。あの、実家が養殖の恋で大儲けしてですね、息子をあの、学費の高い大阪芸術大学に行かせることができる、平気で行かせることができるぐらいのそこそこの金持ちで、あんの家もそこそこ金持ちだったと思います。なんですけどもですね、 あの、しかしですね、河森君の結婚式でですね、あの、えー、それでは新、新郎河森昭司さんの幼い頃の記録フィルムを上映しますっていうふうに言って、フィルムの上映が始まったんですよ。で、それが16ミリフィルムだったんですって。<laughs> <laughs> 普通、家庭用でですねあの、あの当時の子供ですよ。あの当時の子供で8ミリフィルムが、 会場で流れるだけでも、ああ、この家金持ちなんだな、家に8ミリカメラあったんだなんですけども、十六ミリカメラなんですよ。で、16ミリカメラということはですね、その撮影する家に出入りしているカメラ屋がいたってことなんですね。写真屋さんがいたと。上流階級の家ってカメラで自分で撮るんではなくて、写真館に行って撮るんでもなくて、写真屋が来るんですよね。 あの、年に何回か。で、家族写真を撮ったりするんですけども、その写真屋が16ミリカメラを持って、幼い頃の川森少女を撮ってるんです。で、写ってるのがですね、一緒に写ってるのは、幼馴染のって言ったら、その幼馴染の、川森くんの幼馴染のっていうのが、ドイツ人の女の子なんですよね。同い年ぐらいのドイツ人の女の子と、川森くんが遊んでる映って、幼馴染がドイツ人の少女かよって。 三 <laughs> 人とも大ショックを受けて帰ってきて、いや、慶応の幼稚舎ってマジですごいって言ってたんですよ。ところが川森くんはスタジオの上に入って大貧乏暮らしを平気でしてるんですよね。だから、本物の名家というか本物の貴族っていうのは金持ちというわけではなく、貧乏暮らしを避けてるわけでもないんですね。 なんか、それはどっちにも合わせられるんですよ。スタジオの上でですね、あの、牛乳を毎日匂いを嗅いで、いけると思ったら飲んで、ダメだと思ったら捨てるか、何かに再利用を考えるというですね、生活をしていた時代の川森昌司も、それも本物であれば、ドイツ人の幼なじみと16ミリフィルムに映ってる川森昌司も本物なんですよね。そこが日本の貴族の面白いところなんですけどもですね。で、結局ですね、その、 やっぱその当時僕はあのバンダイの人たちといろいろあの仕事上の地形があったんですけどもバンダイという会社の中で当時ですね1970年代の終わりから80年の当時主流派に残っていけた上の方のですね取締役クラスに上っていけたのはあの当時の山科誠社長と同じですねやっぱり山科社長も慶応の養師者組なんですね 慶応の容姿者から上がってきたので、慶応の容姿者から上がってきた,人たちが、経営のトップの方に上がっていく。と。学伐っていうのはあるんだと、僕は、その時生まれて初めて。僕もね、その、庶民の出なのでですね、全くそういう感覚が分かんないです。よ。山下社長のところに初めて行った時にですね、壁に肖像画が飾ってあって、本人のですよ。本人とかです。子供の肖像画が飾ってあって、 絵を描かせるんだと。と油絵で自分たちで絵を描かせるんだ。なんでって思ったんですけどす <laughs> めちゃくちゃ面白かったです。で、あの、話戻りますね。で、あの子は貴族の二人のヒロインですね。その、まあ、いわゆるお金持ちの家の花子と、もう一人ですね、上京してキャリーを積んできたミキっていうのは、それぞれに成功者なんです。で、お互いを見るとお互いにコンプレックスを感じてしまう。 ですけども、本当の貴族とは違うんですね。貴族っていうのは、その生き方っていうのを基本的に他人や家族や親戚に決められてしまって、対して自分の自由にならない人生っていうのを歩んでいる。そういう愚痴をいっぱい言うんですよね。でも、それゆえにですね、お互いを絶対に裏切らない。貴族同士を絶対に裏切らない。内部の結束は固いし、決してなんかこう秘密は漏らさないんですよね。 あの子は貴族で本の中で僕面白かったのは、育ちがいい女性の特徴なんですけどもですね、妹や姉の人数分、ひな人形があるそうなんですよ。こう、ちょっとしたことなんですけど面白いでしょひな人形があるっていうのは、まあ、あるあるじゃないですか。ところがですね、 女兄弟がいたら、その人数分のひな人形、ひな団があるっていうのが当たり前。だから、ひな人形の季節になると、うちは三人姉妹だから、三つ並んでてうざいのよねって言って、ミキがすごいびっくりするんですよ。<laughs> 何それって言ってなんでそうなのって。そしたら、生まれつきの金持ちの家の花岡です、ね。いや、それは当たり前でしょっていうふうに言って。そう。あの、金持ちとか貴族っていうのは、それが当たり前すぎて、そうじゃないのが理解できないですね。 で、そういうちょっとしたことで差が分かるんですけど、その差が分かったときはいけないいけないと思って口を閉ざしちゃうんですよね。だからそういう話が知らない人の前では知らんぷちにして口を閉ざすと。で、貴族はですね、さっきも言ったようにお互いを助け合います。だって、親のそのまた親のおじいちゃんのそのまたおじいちゃんの代からのお互い付き合い同士だからですね、裏切れないんですよね。下手なことできないんですよ。自分の家、 家の代で自分の代で悪いことをしたらですね、何代も続いた付き合いが台無しになっちゃうじゃないですか。その人たちの期待を裏切ったらですね、今度は自分の家族に迷惑がかかると思うから、まあお互いの身内を大事にするし、 おじいちゃんにお前はどこそこ行って仕事をしろとか、あとこのさっき話に出てきた青木孝一郎っていうその婚約者は、お前はいずれ大義士のになるんだから大義士の秘書をやれって言われたら、それまで弁護士事務所に勤めてきてキャリアやってたんだけど、おじいちゃんに言われたからしょうがないよって言って、急に大義士の秘書になっちゃうというですね。そういう人生を歩んでるんですけども、あの、お互いを裏切れないし、お互いの期待を裏切れないっていうのは正しいのかな。で、小山田敬吾は、 そういうね、なんかその、身内同士の庇い合いっていうのがね、あったんだと思うんですよ。だから解任できなかったと。辞任させるしかなかったんだと思います。日本にはね、そういう上流階級っていうのがやっぱ存在します。上級国民の世界っていうのが存在して、さっきも言ったように、それは金持ちとかそういう意味じゃないんですよ。川森君は貧しい生活で全然平気ですから。どっちかっていうと、あの、祖先から受け継いだ資産をちゃんと、 守っていけるとか、そういうのがですね、上流階級だと思います。だから、極端な贅沢は彼らしないし、見せびらかしたりもしないんで、僕らにはよくわかんないんですよ。で自分の一族を大切にするので、まあ、儲けのために下品な金儲けには手を染めないっていうのが原則なんですけども、でも、落ちぶれてしまって土地を手放すぐらいなら、この祖先から引き継いできた、受け継いできた家を手放すぐらいなら、金儲けも仕方がないのかという人も、まあ、多い。これも事実です。 政治家でも官僚でもトップクラスに行くとこういう人種が割合的にどんどん多くなってきます。政治家でもね、なんか一年責任とかそういう奴らはそんなことないんですけど、ところが何回も通ってる人とか官僚クラス、閣僚クラス、あの、それはもう行政のあの官僚でもないし、上の方に行けば行くほどこういう人種がね、多くなっていくんですよ。なら、オリンピック組織委員会とか、そういうご立派な <laughs>、 悪い意味で使ってます。そういうご立派な組織はですね、上級国民と貴族ばっかりなんですね。上級国民は同じ上級国民たちに対して忠誠心持ってるんですよ。僕らに対して忠誠心持ってくれてないんですね。よく官僚は国民の下僕だって言うんですけど、違うんですよ。官僚は官僚グループの下僕であって、彼らに忠誠心があるんですよ。彼ら自体のサークルに。僕らに対しての忠誠心がないから、官僚は あの、自分たちの省庁の利益というのを優先して国民の利益というのを落とすのは当たり前なんですよね。大事な仕事っていうのは上級国民同士で圧線し合うわけです。で、アートとか音楽とか建築で成功すると上級国民の中身入りができちゃう。これもね、あるんですよ。で、面白いことに宮崎駿、これ嫌いなんですよ。 宮崎駿って、金持ちの家に生まれて学習に大学行ってるくせにですね、この上級国民に入るのが嫌だからアカデミー賞もですね、行かないわけですよね。で、多分、勲章もらえるんですけど、もらわないんですよ。本当にそういうの嫌いなんです。嫌いなんですよ。でも、 庵野の明は大好きなんですよ。あの、大喜びで上級国民の中間入りをしちゃう。ここら辺がね、俺は弟子じゃないと思ってるところですね。庵野の明は宮崎駿の弟子じゃないと。弟子だったら、そんなですね、栄光とか権威っていうのを無理やり目指さないし、100億っていうのを無理やり目指したりはしないんですよね。そこら辺は、 意地でも通すのが宮崎駿で、そこら辺が割とね、経緯の方に簡単に行けるのがあるのの面白いところだと思ってるんですけども。で、小山田敬吾はそういうですね、上級国民の一人であった過去形なのかなというふうに僕は思ってます。だから NHK の教育もですね、視聴者から、一般の視聴者からの指摘があったのに、それは自分たちのグループじゃないから、自分たちのグループですね、知的でセンスがあるサークル、そういう上級国民かもわかんないし、 どんな状況国民かわかりません。ただ、80年代、90年代のサブ,サブカルっていうのをやった人たちっていうのは、やっぱりグループ作ってるんですね。サークル作ってるんです。で、そこの中でお互いを守り合って、かばい合って、その外に対して、例えば僕,僕見たオタク層に対して激しい攻撃をかけたりするんですね。で、僕はあんまりどこのサークルにも属してない人間だから、どっかのサークルから簡単に攻撃を受けやすいんですよ。 でも僕は、それに対してどっかのサークルに入るのではなくて、あらゆるものからインデペンデンスになる。つまり、誰の悪口でも言うというですね、地獄の道を選んでしまったから、<laughs> 未だに友達がいなく一人っちなわけですけど。いや、これは全然平気なんですけどね。くだんな奴つとつるむつるむいないので、これがいけないんですけど、ね、こんなことみんな言っちゃダメですよ。俺は言ってですね、孤立の道を選んですけど、皆さんはこんな孤独な老人になってはいけないと思いますけども。<laughs> だ NHK 教育もですね、その視聴者からの指摘があったのに残そうとしたわけですね。で、上級国民と貴族って僕はあの、二つ分けて言ったんですけど、それぞれ違うんですけども、まああの、お互いですね、助け合って、かばいながら仕事をあっせんし合うというのは同じだと思います。で、政治家とか官僚はあの上に行くと貴族が多くなる、上級国民も多くなるとで。ここで言う貴族っていうのは、生まれながらに格式がある家に生まれた人たちのことです。 決して金持ちというわけではありません。で、それとは別に自分の才能とか能力で勝ち上がっていった上級国民というのもいるわけですね。これはまあ官僚とか東京大学入って官僚になって上の方に行った人たちですね。で、この人たちもですね、別に金持ちとは限らない。だから上級貴族か国民かという見分けは大変難しいんですよ。彼らがどこに忠誠心を持っているのかでしか見ることができないからですね。で、ただし彼らがそれ以外の国民を無意識に見下している。 彼ら自身も絶対に見下してると思ってないし、差別意識を持ってると、やっぱそれは見えないんですね、自分自身で。そういうサークルを作ってるのは事実だと思います。ということで最後のポイント。上級国民の世界の話でした。サンデル教授は、こういう事態にですね、どのように対処すべきかっていうと、階級はまず肯定します。 結果、人間が社会を作って生きている結果、貧富の差は発生するし、その貧富の差っていうのをお互い正当化することによって、上級国民みたいなものが出てくる、もしくは貴族みたいなものが出てくる。それはもう否定できないから、それは肯定します。で、その代わりにですね、 彼らはそういう階級にいることを自覚させて、それより大きい他の共同体にも所属させる、しているということを自覚させろっていうのが結論なんですね。だからこの本の結論すごいわかりにくいです。Amazon のレビューとか見てもらったらわかるんですけど、みんな問題定義はわかるんだけど、結論がわかりにくいって言ってるのは、サンデル教授が言ってるのが、その根本何かっていうと、階級は肯定している。しかし、その階級に所属している者たちに自覚させて、 でそれよりも大きい共同体に自分たちが生きていることを分からせろっていうふうに言ってる。そのためには議論しかないっていうふうに言ってるんですね。ハーバードでですね、この本を出す、こういう講義を出す,するのはそこなんですよ。エリートによるエリート思想の批判だけがエリートの分断を防ぐわけです。上流国民のみのサークルというの,の存在を許さないですね。えー、先行にダちは売れない。 これはもう人間の本能でどうしようもないことだとしたら、この叫びは本能レベルなんですよ。人間の業なんですよ。じゃあ、それを超えるにはどうすればいいのかっていうと、先行もダチなんだよしかないんですよ、ね。先行もダチなんだよ。と。つまり、連帯の階層化しかない。その連帯意識を階層を飛び越えて持つしかないんですよ。あの先行はな、俺の家族でもあるんだよ。だから、お前はダチだけど、俺はあの先行を裏切れなんだ。っていうような、この理屈しかない。階級を肯定する限りは。 上流国民を孤立させてはいけないんですよ。ここ、ポイント。上流国民っていうのは、彼らは孤立しちゃってるんです。それを孤立させてはいけない。同時に、下級国民も孤立させてはいけないんですね。それぞれが、彼らが持っている、あの、連帯とか、あと、なんだろう、身内式識っていうのを否定せずに、多数のレイヤーを用意して、その別の階層ごとに取り込んでいくんですね。まあ、つまり、本当に言えば、その人たちが持ってる趣味とか、あの、なんだ住んでる場所とか、それごとの、 あの、サークルがあって、そこにも忠誠心を持つようにしていく。つまり、議論をどん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 大きくしていくことしか、これを乗り越えることはできないという結論になっています。まあ、多分ね、これが、そんな風にわかりやすく書いてくれてないんですよ。でも、これ、 こんだけ時間かかったんですけど、これが精一杯分かりやすく翻訳したサンデル教授の訴えです。これをですね、具体的にじゃあどうするのかというのを考えて、えー、実現するのはですね、まあ皆さんの仕事だと思います。僕の仕事はここまでです。お疲れ様でした。今日の無料講義はここまでです。